い、始まりましたマイクラジオの時間でございます。だんだん今回もエオエオを中心にやっていきましょう。私が FB37 です。そして世界が中心に回んない男キックマックスです。ハラモットです。エオです。ではやっていきましょう。人参といえばカレーでしょ。エオエです。うん、俺は入れるね、人参は入れない。まあ嫌い。入れたいけどなかったら別にいいやって感じ。俺は入れない、むしろ入れたくない。むしろ入れたくない派。入れたくない、邪魔。やば、ヘヨヨにとってはなくてはならない存在なのに邪魔。絶対入れるね、人参は。人参なかったらカレーも諦めるってことだよね。もう諦めるね。そんなに。わ、カレー食べよう、作ろっかな。あ、人参ない。あ、終了だ。今日はイクラご飯だ。イクラご飯。イクラが。そうなるわけ。そんなあるイクラ。イクラの方がなくない？そんな状況珍しすぎるだろ。じゃあ、イクラもないから、ウニ丼だ。ウニもあるんだ。すげえ。常備してんの、ウニ。やばくない？お前だってヨーグルトにもウニかけるでしょ。うわやべえ、わ気持ち悪え。どんな味すんだよ。やったことないから、もしかしたらまあワンチャンうまいかもしれない。でも噂にもなってないってことは大したことないんだろうな。いやいやー、どうなんだろう。いや、すげえ味そうなんだけど、でも味の想像つかない。あと確認しておきたいのが、ヨーグルトにウニをかけるのか、ウニにヨーグルトをかけるのか、どっちなの。ヨーグルトにウニをかけるの。そう、あのジャム的な感じね。ウニの方が上物ってことだよね。まあ一般的に考えるとそうなるけど、ウニにヨーグルトをかけた方がまだ美味しいという結果になりそうな気もする。なるほど。いや無理だ、難しいわ。いや多分美味しくないわ。なんだこいつ。キャロットとキャロット、キャロットップ。ああ、キャロットップがロザイドのね、落としたの。なんてめんどくさい世界だ。やったじゃないよ、よ。この世界やったらお前カレー作りたい方だぞ。よかったな。確かに。ちゃんと、つけて。でもお前のカレーに人参を入れるという考え方は許せない。なんでだよ。綺麗そう。入ってるだろ、大体。許さないね。許さん。知ってるか、ブロッコリーって、あの、間あるじゃん、間。あ、ここがマスター。間？ああ、草の。そうそうそう。草の隙間。そう、隙間に、だいたい虫は必ず一匹入ってるんだって。結構構わず食ってた気もする。そう、ブロッコリーを食うってことは、もう虫を食ってるようなもんだ。茹でちゃえばな。まあ、ユージロも言ってたよ。虫を喰らえと。うん、まあ嘘なんだよね。嘘なんだ。別に嘘でもどうでもいいと思ってしまった。いや、もう別に虫食ってるし。まあ、確かに。今更って感じがし。茹でちゃえばとってことねや。それはでも一般的な反応ではないってことは、ちょっと考えてくれ。そうだね。うん、普通の人は言わないでほしかったわ。ブロッコリー食べれなくなったじゃんとか、そういうのが普通の反応で。そうだね。でも俺らはまあ別に。もう体内に虫 いるし。ほぼ諦め。これでブロッコリーがまずかったら、まあじゃあやめるけど。ブロッコリーうまいもん。ブロッコリー美味しい。うまいね。美味しいし、健康にいいし。ああ。人参よりよっぽどカレーに入れたいわ。ああ、確かに。素揚げにするとすげえうまいからな、ブロッコリー。うまいね。何なんだろうな。まあ、やっぱあの、房と房の間に油が染み込むんじゃない。虫じゃなくて。虫じゃなくて。あの、油がうまいんだよ。そうだね。ブロリーです。あ、とうとう言っちゃった。こんにちは、ブロリーさん。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。です。何か質問はありますか？ねえよ、バカ。親父。
え？今日は何食べたんですか？何親父って。ウロリ言ってたよ。何ですか質問。今日は何食べたんですか？ブロリです。わ、会話通じる。カエルパーカー。死ね、死ね。あ、怒っちゃう。ガガ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 
キ君、ここはブロリーの真似しながら切れてみ。わかった。ガガ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 ガ
カカ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 カもう拠点が重い牛がいすぎなんだよ。あと下に豚もめっちゃいるからね適度に減らしてけっていうかあれかも、うん、何いやこれ重いのもしかして鳥かもしれんな。なんか鳥こんな多かったっけ。まあトータルで重くなってんじゃん。ちょっといてててて、なんだてめえ。サーバーに影響が出るから一回減らそう、いろいろ。おい、おい、やめろお前、さすがに一気にやりすぎだ。そん、でも結構入れたよ。まあ、うわやばい、パリピ化した鬼子供見るとちょっとウケる。もうまだ見てないんだけど、それ見とけ、見届けてやれ、ちゃんと。サマーデビューした鬼子供だぞ。例えばテストでさ、ガノンドロフとビーフストロガノフの違いを述べなさいっていう問題あったらどうする、なんて書く。まず食べれるか食べれないかで分けれると思うんですけど、ガノンドロフだってそうだよ。めっちゃガノンドロフめちゃくちゃ嫌なこと言えば食べれる。じゃあ強いか強くないかだよ、判断すればいいじゃん。どっちが強くてどっちが弱いの。やっぱガノン強いんじゃないかな。わかんないよ。今いる俺らの次元体、次元の話では確かにガノンドロフは強いかもしれない。まあガノン自体がそもそも空想の話だから。じゃあ空想かそうじゃないかで分けりゃいいんじゃない。いやいや、だってビーフストロガノフだって空想の世界に行けるというか、うん、ああ空想と現実の境目なんて本当は分かんないからね。そう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 、今この世界が空想かもしれない。データやば、やばくはないよ。やばくない、やばい、やばいわ。やばいで何もかも片付けるのよくない。やばい、うん、子供の悪い癖だよ。何もかもやばいっていう感想で終わらせるのよくない。確かに目から鱗、うん、なぜやばいのか、どうやばいのかっていうのをちゃんと言葉にしてないと。確かに目から鱗、それは確かにやばい。すいけーへけースーチー、誰あんた、誰クリウツケイビー。なんだ今の音、ポワーンって言った。世界のほとんどが君の手によって破壊されてしまうぞ。キャラ濃いな人。誰だ。何者？ロザイドンでしょ。だから。とりあえずここは乗っておくか。一体ロザイドン何者なんだ。わあ、その笑い方はそうだね。その笑い方、正体を表せ。
うりぃうくゆくびぃそれどっちかっていうとゲージ語使うカカロットじゃないめちゃくちゃ体力使うこれフラッとくるもんだゆでだごとどっち疲れた。いや、ゆでだごの方が疲れた。ゆでだごはマジで寿命縮んでる、明らかに。毛細血管切れてるもん。なんなんだ。ゆでだごって一体。でもこれだけ特徴的な声なら、なんかのキャラクターとしてやっていけるんじゃないかな。ワンちゃん。確かに。使う場面はかなり限られるが。うん。普通の声より、まあ、隙間産業ってことだよね。そうだね。でも声優界は舐めちゃいけないからやっぱ。まあ、いるからな。で、英語も、やっぱ、特徴的な声を出せば、ワンチャンあるかもしれんから、ちょっとやってみ。俺の今みたいな声出してみ。えよえよみたいな。えよえよ舐めてるね。舐めてる。これは舐めてる。怒りがやばい。今、期待しまくってたのに。な。期待するわけそんなに期待しまくってたの今、期待してたね。結構。お前は俺の期待を裏切った。ああ、処分されるやつだ。死んで償うがいい。お前今、ちょっと。ハンターもそう。はい。寿命縮まんないだろ、そんなんじゃ。自分を縮めないといけないの声優ってそれほどなんかパワーがあるってこと、まあまあ、そう力というかねそういうねえねえねえ、まあ、精神は込めなきゃいけないね演技だからやっぱりやっぱ魂を削る込めてそういい加減な気持ちじゃいけないでしょそういうのを期待してたのになんか期待とは裏腹にそうだよ俺だってあの声出すのにものすごい顎突き出してんだからそうなんだそれは知らんけど聞いてないどっちでもいいもうちょっと頑張ってみなんか若干キックの声に聞こえるなそれあ似てたぞキックの声にまあちょっとそれっ気はあるそうなるんだねびっくりそうなるんだね俺将来ダルメシアン目指そうかないいと思うあ意外と合ってんじゃない本当にうん、うみんなから納得なんでダルメシアンになりたいの理由聞いちゃうそこでうん、だってとりあえず聞いとこう夢がねあるならなんか理由があるはずだから、うん、どうしてダルメシアンなの響きかね大事だねそれはああ納得だわ認めてくれたいやいい目標持ったもんだうん、うん、それ言ったよまあ俺が言いたいのはそれだけだから喋んな今誰に言ったの？わかんない。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画に、チャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、こちらとか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 、あとはですね、下の概要欄。の方にもですね、リンクが、貼っておりますのでぜひそちらの方から飛んでいただいて登録の方をお願いいたしまーすいいぞ